こんにちは、リオです。今日はやっと手に入れたインパクト恋の紹介版していくけん。で、これね、まだ全く使っとらん状態、箱から出したばっかり。一応簡単に説明はしていくね。恋が、アイリスオーヤマの充電式インパクトドライバーで、おいがこれこだわったところが 18V で、付属品がね、ホガントのついてるビットっていうやつね。コイがね、10種類ついてるね。で、すぐ作業始められる感じで、一応ね、強さっていうか、どんくらいまで締め付けられるじゃないけど、どんくらいの、まあ、強さっていう、まあ、数自体ねが最大トルク160、結構強かったかなと思う。色をね、最近なんか主流が黒とかね多かけど、あ、ちょっと待って、黒ね、黒これね、黒最近なんか流行りっていうか、黒がなんか何でも家電でも何でも寝よるもんね。黒がかっこよかとかいう感じで、俺も正直黒とかがね、あ、よかねと思えたと。現が黒のインパクトが欲しかねと思えたとかっていうのが、ちょうど手に入れることのできた件が、こういえば、まあ、購入にね、行ったとかっていうのが、やっぱり女性目線と男性目線全然違って、こういう嫁さんにこういえばね、見せたら、可愛いかって。なるほどって。なんかね、こう並べた場合に男って、大半がこっち行くもんね。でも、可愛いかって表現されたら、なんかこういうもよかねって思って。で、ライトもつく。今まで、めちゃめちゃ恋でね、ストレス溜まったじゃんね。恋が、なんかセットで、まあ言うたら、このビット台ね、小眼鏡の何種類も何十種類もあって、で、3000円くらいだったかな。で、そこそこ使えたとかっていうのが、もうね、バッテリーの寿命のとにかく早かったね。最近では、穴が何個かほがすぐらいならよかぐらい。って言っても、その穴って言っても、細か穴ね。めっちゃ細か穴。とか、もうドリルの刃なんかつけたら全然ほがしきなんで、もう、バッテリーが、5分とか10分持つレベルじゃなくて、1個もほがせんとかね。もう充電の繰り返し。で、細か穴専用で使いよったっていう感じで、弦が、恋がめちゃめちゃ楽しみで、もう、今から、恋で、どんなもんかっていうとは、ちょっとやってみるけん。ついやってみるわってんか、今までね、どがん風に、恋は使いよったかって言ったら、最初に、ネジ場、まあ、刺すところ、ビス止めするところば、穴ば、恋でほがして、で、それで、やっと、ビスが手でね、締めたり、まあ、ドライバー、電動ドライバーね、また別のやつでしたりしよったとかってんが、とにかくストレスやったけんが、で、次、恋ね、今から恋ばすっとばってんが、恋とね、まず、もちろんパワーとか、そのバッテリーの持ちも違うとやるばってん、全然作りの違ってね、この、まあ、ビット体ね、ビットば、刺すにあたってよ。せっかくやけん、これちょっと使ってみようかね。アイリス大山のこのインパクトドライバー。今までやったら、このドライバーのね、ここば、緩めんばやったもんね。緩める。まあ、この回転ば利用して、で、めちゃめちゃね、まあ、こいだけでも、まあ、なかなか、ほらほら、もう、手でも止めれるぐらい。もう全然で元気がない。ところがこのインパクトになったら、ここのワンタッチでいけるもんね。
ここは伸び縮みできる。いけるもんね、声で。まずやっぱこの辺よかよね。ケンカ、今まで穴ばほがしてからしかビスば打てんやった部分とか、まあ、力がね、やっぱ必要やったけんが、そういえば、あえて、穴ばね、ほがさんで、ビスば打てるかどうかば、ちょっとしてみるけん。ネジも種類のいろいろあって、やっぱり力がいる、いらん、ね、強度の部分もあっけんが、あえて、今回は、力のいるやつのネジばね、試してみるけん。さあ、どがんかな。木もね、2種類用意してみた。さあ、どんな感じやろうね。うわ、すんなり、何の違和感もなかったね。すごかね。はあ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 。ちょっと待ってんよ。なるほど。逆回転でちょっと緩める。はあ。もう一回刺してみるね。予想と違うね。しかし、はあ、後半上からだいぶ押さえつけんばって思いよったらスーッと入っていくとね。おお、それに次、いやすごいな、ね、この木こういうに刺してみるね。動画、こいつ、またこいもいくとやろうか？木の硬さが違うけんね。ほうほうほう。うわっ！うわっ！やばか。回したら、入り込んでいった。見えるかな？この穴の深さ。やば。ちょっと試しにもっと回してみようか。どこまででも行ってしまう。なんかネジで貫通することはね、すごかね。ちゃんと外るかな。うわっ、ほらすごか。見て、はあ、言うてもまあこのインパクトが初めてであって使ったことはあるっちゃんね。他のメーカー、まあ自分が持っとったわけじゃなくてね、借り物とかね、ソガントで使ったことあったってんが、なんか印象としては何やろ、初心者でも扱いやすかっていうと、なんかね、やっぱりいろいろ使ってきた件分かるとばってんが、まあ有名なやつのね、日立とか、マキタの、なんか、力強い感じではないとばってんが、なんかスーって入り込んでいく感じ。まあ、初心者向け、もしくは女性向けっていうか、なんか暴れる感じがないのに、ちゃんと力が強くてスーッて入っていく感じ。インパクトって全部こんなもんやろか。よかね。恋は嬉しかね。インパクトって正直こがえて撮影するときってナンバー紹介してたやろね。
ようわからんばってん。なんかバッテリーの、あ、バッテリーのなんかチェックでくんね。今満タンっていう感じかな。多分ね。うわ、なんかよかね。こういう作業の楽しゅうなるよね。今回、アイリス大山のインパクトドライバー使ってみて、なんやろ、説明ちょっと難しかったってんな。暴れる感じがないね、マスケン。悪く言えばじゃなかけど、パワフルさば感じらんじゃね。なんていうのかな。余計な分が、こう、そぎ落とされとって感じね。で、まあ、これはインパクト特有でもあると思ってんが、力がいらんポイントがね、やっぱり、この頭の部分が結構重たかもんね。そういえば、まあ、どこのメーカーでも共通しとって思ってんが、こっちと比べても全然違う。こっちは、下の方が重たいもんね。こっちは頭が重い。物件がしっかり支えてグッて入ってくれるっていう感じね。とにかくその暴れる感じがないっていうのがなんか最初正直あれって思ったけど、スッて入るった、あ、力あるったっていう印象だね。まあ、他にもね、実はアイリス大山の、電動工具来る予定やけんが、またいろいろ紹介はねしていこうかなって思うよ。そしたらまたお会いしましょう。リョウでした。